ずっとずっとねえ、そんな風にいてね、ずっと。はい、どうも皆さんどうもお疲れ様です。ヘンリー塚本です。今日はですね、見ての通りボラがいっぱいピチ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 やっております。時刻の方が、10月の10日8時8分です。結構ね、ピチ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 、すごい今、そろそろ見えるのかな、この GoPro で。かなりピチってます。でもそれをボイルしてるのが全くないので、ちょっと悲しいです。ベイトに対してシーバスがいない感じがちょっとしています。夜じゃないからかもしれないですけどね、濁り方はこんな感じで、ちょっと光が反射してますけど、ちょっと薄いだかなってます、5% ぐらい。薄くまででも濁ってます。薄くじゃない。結構まあまあ濁ってます。いい感じだと思います。僕はこのぐらいのが好きな濁りです。かなりピチピチ。わあ、晴れてきちゃったな。ちょっと今日厚着できちゃったんですよね。よし。水温見ていきます。長靴で来る必要なかったかな。まあ雨よりかはいいですけどね、晴れてくる。はい、水温見てみましょう。19度ちょうどです。19ですね。ここのとこ最近20度いったり19度いったりっていうのを繰り返してますね。その辺で安定しております。いい感じですね。はい、今日はちょっと、大きめのルアー、155ミリの巻きフラット 50g の、デュオのルアーですね。こちらやっていこうと思います。こうフラッシング系のこうバタつく感じの、こういう感じのルアーですね。天君さんからぜひ使ってくださいということで頂戴しました。ありがたく使わせていただきます。定巻きでいいっぽいんで、まあ、たまにちょっとちょんちょんってロッドアクション、ああ眩しい、変更持ってるのよかった、入れていこうかなとも思っております。ドラッグをちょっと強め設定でいきます。これね、非常にフラットな感じなんで、この白パターンとかにも強いルアーなんだと思います。まあ、簡単に巻くだけでいい動きをするみたいなんで使いやすそうですね。重心移動が入ってます。はい、お願いします。流れはね、まあ下げもうすぐ終わりなんですが、それにしては残ってます。ほら、あ、サイズ感も似とるわ。この城ね、もしちょっとこの後鉄板とかもやったりして、この城が引っかかってくるようであれば、この城の可能性がかなり、あの群れが高いんですけど、ちょっと大きすぎてね、見えないんですよね、どういう対抗してるかが。うん、まあ、混合なのかもしれないですしね、ちょっとわからないですね。で、引っかかってくるようであれば、そちらの映像もちょっとこう、あの魚が釣れたとかじゃなくても、ちょっと付属して、あのこの人いましたみたいな感じで、あ、フラ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 、いい動きですね。特に夜に強そう。ちょっと潜ります。フローティングだけど、これ今アップで投げてますけど、普通にこの中速で巻いて30センチ20センチ潜りますね。20センチぐらいですかね、潜ります。フラットフラット巻きフラット、その名の通り、動き的には濁ってて見えないけど非常にいい動きです。こういう感じでヨタ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 してますね。まあ、あのこのフラットとかよりかは小さいんで、今これ M クラスで投げてますけど、リンクスで現実的にまあ全然扱えるかなってレベルの、ウェイトです。50g なんで、まあ、容量はこのロッドの容量は超えてますけど、まあ、ペンデュラムで投げれば全然大丈夫です。カッチンってこないかな。超絶ランカー。いや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 、連れてくれ。だからね、まだあの3つ目でも釣ってから
この場所ばっかり来てますけどね、やっぱりどうしても、おお、なんか当たりましたね、ベイトかな。やっぱりね、釣り人たるもの、一回釣ったところはね、どうしてもまた何回も行きたくなっちゃいますよね。はい、ではこの後も、まあ、ちょっとマキロット使い続けるかは分かんないんですけど、ちょっとね、どんな感じか見たかったので、ちょっと試しもあってやってみました。で、まあ、トップウォーター最初入れてみて、もう一回ですね、どん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 レンジ下げていったり、ルアー変えたり、ジャーキングしたりと、今日は休みなので、2、3時間できると思うんで、様子見ながら、今日が出せるように頑張ります。で、さっきも言いましたけども、ベイトがね、何か分かるようであれば、そちらも、コメントは、コメントじゃないわ、なんかそのテロップ、今のボラでしたね、テロップつけるなり、写真載っけるなりしていこうかなと思います。はい、じゃあ、この後復活できるように頑張ります。ありがとうございました。ヘンリー塚本でした。失礼します。